久保さん。今回ですね、決めたことをやれない理由にしましょうか。決めたことをやれない理由。まあ、これは、あまあ、人それぞれいろんな理由はあるとは思いますけど、えー、決めたことをできない理由は、うん決めてないからですね <laughs> うん。でもね、決めたこともできないこともあるんですよ。 でも、その決め方ですね。大事なのは。決め方。どういうことかっていうと、まあ僕もですね、あのー、今年だったかな。去年か、よし、来年は、僕、R34 マガジンっていうブログも実はあるんですね。で、ドメインも取ってずっとあって、で、あのー、吉谷拓郎公式ブログはもう毎日更新1年4ヶ月か続けてるんですけど、R34 マガジンのブログの方はね、 結構放置してるんですよ。で、やらんとあかんなと思って、やろうと思って、やるって言ったんですけど、やれてないんですよ。週一回でも書こうかなと思ったんですけど、やっぱね、決めたんだけどできてないですね。だから僕自身もあるんですよ。うん、でも、やれる、決めたことをやれることもあるんですね。じゃ、この違いって何かっていうと、うん、やっぱその、なんだろうな。 ここだけは譲れないっていう決め方ですね。うん。だから、吉谷拓郎公式言うて、うん、まあでもな、これもね、まあ YouTube チャンネル、僕、吉谷公式チャンネルっていうのあるんですね、実は。で、そこはあんま更新してないんですよ。で、ブログが更新してるんですけど、うーん、なんだろうな。これはっていうやつですかね。でも、うーん、なんだろうな。 なんで言ったらいいのかなここは譲れないっていう。決める、決めるんだけど、決めて、もうここはもう、絶対誰に言われようと譲れないというか、うーん、まあ決め方ですね。うん例えば、うーん、うん、野球選手でね、あの、ストレートで三振取るのか、 カーブを取って三振取るのか、最後真っ向勝負で行くのか、ストレートで行くのかっていう。でも、ここは譲れないみたいな。で、ピッチャー、あの、キャッチャーはね、サインカーブ出せって言ってるんですけど、だけど譲れないと。ストレート行くみたいなね。<laughs> なんかそういう感じっすよね。うん、イメージとしては。俺はこう、俺はここするんだ、みたいなね。うん。っていう、なんだろうな、腹くくるというか、うーん、何なんですかね。 だからその決める度合いというか、まあ、これちょっと言葉の表現が非常に難しいんですけど、でも大きく言ってしまうとうん、人生を変えるためにここだけはやっとかんとあかんな、みたいな。まあ、何のためにビジネス始めるのかっていうと、自分の人生変えるためじゃないですか、大きく言うとね。お,か、まあ、お金を稼ぐっていうこともそうなんですけど、お金を稼ぐ、なんで稼ぐんですかっていう、今の人生を変えるからですよね、一言で言ってしまうと。 じゃないですか、うん、だから人生を変えるためにここだけはやっとかんとあかんのみたいなうんっていうなんか絶対的な部分ですよねであとはやっぱり久保さんが言う通りその根拠のない根拠がない自信ってすごくかっこいいしあのいい言葉だと思うんですね根拠がない自信を持とうっていうのはだけど根拠は必要なんですようん で、やっぱ続けられる理由って、その、まあ、それプラスアルファあるんですけど、やっぱその読んでくれてる人がいるっていうことを僕は認識してるんですよね。うん、ブログ見てますっていう、まあ少ないですけどね。だから見てくれてる人がいるからっていうところもあるし、まあ動画にしてもそうなんですけど、まあ、億万長者詳しくもね、このただ久保さんとやりとりだけども、まあ見てくれてる人は再生数1にはなんないですよね、久保さんね、これね。本当は久保さん1再生でいいわけじゃないですか。 うん、だからまあそういうその、うん、根拠ですよね見てくれているっていう実際の根拠ですよねこれね1億円稼いだコンサル生が言ってたんですけどもまあ結局小さい結果を積み重ねるしかないみたいなねうん,んなんかそれしかないっていうね、まあ、千里の道も一歩みたいな話なんですけどそのうん 小さな結果、つまり小さな根拠を作り続けていくってこと、小さな根拠を作り続けていくことによって、